ブラジュロン・ヌッシャクはアレクサンドレ・レデュ・マ・ペールによる長編小説。フランスの新聞紙、シエークルにおいて1847年10月20日から1850年1月12日まで連載された。ダルタニャン物語三部作の最終作にあたる。1660年、チャールズ2世の王政復古からダルタニャンが戦死するまでを描く。第二部、20年後から、 さらに10年後の物語であることから、10年後の副題がついている。内容的には、三0子と二十年後を合わせたよりも、ブラジュロンヌシシャク単体の方が分量が多い。タイトルの通り、主人公はダルタニャンでなく、アトスの息子、ブラジュロンヌシシャクラウルという設定になっているが、実質的な主役は依然としてダルタニャンと三、0子たちである。 物語の冒頭は、新京都革命により、イギリスを追われた、チャールズ2世が、ルイ14世に救援を求めて、フランスにやってくるところから。しかし、未だ最小のジュール・マザランが実権を握っており、ルイ14世にその権限はなく、チャールズ2世を追い返してしまう。それを見ていたダルタニャンは、ルイ14世に愛想をつかし、50歳近くの、 老齢ながら一旗上げてやるとチャールズ2世紀の福井に尽力しようと退役し、イギリスへ渡ることを決心する。時を同じくして、元三十四のアトスもチャールズ2世紀の福井に協力しようとしていた。ダルタニアンダの活躍で、イギリスの王政復興が成功すると、イギリスフランスの友好のため、イギリスのアンリエット姫と、ルイ14世の弟、オルレアン公を、 フィリップの結婚が行われた。ところが、アローこコとか、ルイ14世とアンリエットの間に不倫関係ができてしまう。とりあえず、ルイ14世は、アンリエットの次女ルイズに恋をしているから、アンリエットの元に通っているのだと偽装をすることになるが、ルイ14世は本気で、ルイズに恋をしてしまう。このため元ルイズの恋人だったラウルとルイ14世、ルイズの三角関係ができてしまう。 同じ頃、元三重子の一人、アラミスが仕える、財務長官、ニコラ・フーケは国王をしのぐ財力を持っていたため、粛清の対象となってしまっていた。しかし、アラミスは、バスチーユで、鉄仮面を被る奇妙な囚人に遭遇したことで、フーケを助けるため、そして、何よりも自らの抱く壮大な野望のため、逆転の一手に出ることを決意する。本作は、 ダルタニャン物語の中でも最も死を描いている。いよいよ老齢に差し掛かった三十士や子さんのキャラクター、また年若くして非合の死を遂げる若者。そしてダルタニャンの死をもって物語は完結する。前役は鈴木力英役で現在は絶版。原稿は復刊ドットコムである。また1998年に 映画、仮面の男公開に合わせ、鉄仮面に関わるエピソードを抜粋、編集を加え、角川文庫で審判刊行された。ボーイコールルイコールビッコ城の庭園。ありがとうございます。